こんにちは、金黒です。10月1日から携帯キャリアとしてスタートする楽天モバイル、9月6日に発表会があったんですけど、そこで発表されたものはプレサービスと端末だけでした。金黒レビューチャンネル。10月1日から第4のキャリアとしてスタートする楽天モバイルは、今まで3回総務省から基地局の整備について注意を受けていました。そのような状況の中からどのような形で10月1日から携帯キャリアとしてスタートするのか注目していたんですけど、結局のところ5000人を対象にした無料サポータープログラムという形でスタートすることになりました。楽天の三木谷社長によると、楽天モバイルが導入する完全仮想化ネットワークが安定して稼働するかを確認するために、今回このような措置を取ったということです。その5000人を対象にした無料サポータープログラムは、10月1日0時から7日21時59分まで、楽天モバイルウェブサイト内の無料サポータープログラム申し込みページから申し込みできます。店頭での申し込みは受け付けていません。今回5000人を対象にしてるんですけど、5000人を超えるユーザーが応募した場合、抽選する形になります。対象者は東京都23区、大阪市、名古屋市、神戸市にお住まいの方で、満18歳以上の方が対象で、新規契約および MMP の方が対象になります。現在、楽天モバイルを MVNO で使ってらっしゃる方も、新規契約および MMP での応募という形になります。利用できるサービスは、国内通話、データ通信、国際通話、国際ローミング、SMS を無制限で利用できます。要件としては、品質テストとアンケートに回答することが要件となり、楽天回線対象製品を利用することが要件になります。期間は2020年3月31日までで、その期間内であれば、無料で通話やデータ通信ができます。楽天回線に対応した端末は、7機種のスマートフォンと2機種のモバイル Wi-Fi ルーターになります。その端末は全機種 SIM ロックフリーになります。楽天の回線では iPhone は対象になってないんですけど、質問に対しても iPhone の対応は特に回答がありませんでした。金黒レビューチャンネル。今回の楽天モバイルの発表の感想としては、5000人の募集っていうのはかなり少ないんじゃないかなというふうに思ってしまいました。有料にしてもいいので、もう少し多い人数でテストしないと実際の稼働状況は分かりにくいんじゃないかなというふうに思います。楽天の単結の社員としても6000人程度いらっしゃるし、連結だと1万5000人程度は楽天の社員がいます。楽天の社員の数よりも少ない募集っていうのは、実際楽天の社員でテストしてるっていうことは分かってるので、社員数よりも少ないテストっていうのは、楽天の社員を含めたとしても数としてはかなり少なく、5000人といえば東京ドームの収容人数が5万5000人と、東京ドームの方が11倍収容できる人数をある、そのような状況の中、東京や名古屋や大阪や神戸などのエリアの中で5000人というのはかなり少なく、空いてる回線の中でテストしてどのくらいの通信の品質や回線の状況が分かるのかというのは少し疑問に思ってしまいました。実際に携帯電話が必要な緊急時など、一瞬パニックになるような回線だったり、また回線が混み合う夕方や夜、そのような時間帯でどのくらいつながるのか実際実験するのであれば、もう少し有料でもいいので多い人数で試さないとわからないんじゃないかなというふうに思ってしまいました。今回5000人に対して無料で使い放題っていうのは、2つ考え方としてはあって、1つは大盤振る舞いで5000人に対して無料で使ってくださいっていう考え方と、通信品質がちょっと不安なので無料で試してくださいという意味合いなのか、この2つの意味合いでは全く意味合いが違っていて、
もしかすると改正に対して不安があるのかなという感じが記者会見の中のインタビューを見てて少し感じました。自信があるのであれば有料で募集してもいいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、どちらかというと実験的な要素で今回3月31日まで無料で募集するっていうことにどうしても感じてしまいました。私は去年までは名古屋市に住んでて、今年になって愛知県豊橋市に住んでるので、残念ながら今回引っ越してしまったので楽天モバイルのこのサービスに応募することはできないんですけど、どのようなつながり方でどういうふうに使えるのか、もう少し実際プレサービスじゃなくて本格的な運用で始まった時に、実際過去の動画でもご紹介したんですけど、少ない周波数のエリアの中で実際楽天モバイルの回線がちゃんと使えるのか、ここは興味としてすごく実際にも試してみたいぐらい興味があります。楽天モバイルが第4のキャリアとして本格的にスタートするのがいつなのかという質問に対して、発表会の中で三木谷社長はもう少し待ってください、政府が考えているよりも安い料金プランで提供できるようになるというふうに答えています。実質の本格的なスタートは先送りという形になったんですけど、今回の無料の期間3月31日以降は有料に切り替わるんだと思うんですけど、そこが遅くともサービスの開始だとは思うんですが、具体的にまだ内容は見えてきていません。楽天モバイルは第4のキャリアとしてスタートするにあたり事業資金6000億円を用意しているんですけど、6000億円は業界内では少なすぎるというふうに言われています。通信環境を整備したり楽天のショップを整備したり人件費だったりと、6000億円というのは実際整備していくとあっという間に終わってしまうような金額にもどうしても感じてしまうんですけど、楽天の三木谷社長は去年の記者会見の中で6000億円あれば全国を十分カバーできるというふうに明言しています。楽天の三木谷社長はいつも記者会見で自信満々で答えているんですけど、今回の発表を受けて楽天モバイルの本格的な運用開始としては約半年遅れっていうことが明らかになりました。少ない予算でも十分運用できるっていう新しい通信方式、ここに興味はあるんですけど、それ以上に三木谷社長の楽天を引っ張っていく経営手腕、この方が注目しています。今回は楽天モバイルの無料サポータープログラムのご紹介と楽天の三木谷社長の経営手腕に期待してるっていう内容の動画でした。またさらに料金プランなど明らかになればご紹介していこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。